まだドラマの話をちょっとね、これ一番、これが一番ひどいんですけど、その愚痴レベルの中では。なるほどなるほど。まさかそっち側から来るとはっていう愚痴なんですけど、で行って、まあ、緊張しながら行って、僕と、まあ、タイタン同期のツインタワーの大西さんも受かって、大西さんはレギュラー出演で、そうなんですよ、仲間由紀恵さんの同僚役で、うん、まあ、そこから大西さん結構ドラマとかお仕事決まったりしてるぐらいでね、まあまあすごいんですけど、なんで、まあ、大西さんにちょっと頼りつつ、まあ、2人で力を合わせてというかね、第1話だったんでお互い慣れない状況であって、心強いよな。心強いです。でその撮影現場まで行って、で大西さんと2人の楽屋とかで、いやどうしますみたいな、して緊張しますねみたいなことをお互い言いながらやって、で初日行って、僕2日結局撮ったんですけど、1日目行って、で、まあ、ウリボー宅急便役ですから、チーズウリボー宅急便ですみたいなのを、まあ言うんですけど、その、全然声がちょっと小さいねみたいな、その監督さんとかに言われて、ああそうですかみたいな、そので全然もう本当にドラマのことって分かんないから、みんなが急に「ナイスシュー！ナイスシュー！」みたいな言い出すんですよ、ね、急に。サッカーじゃん。いやサッカーのナイスシュート、そんなことはナイスシューとかサッカーでよく言う感じのを、その撮影中に急にみんな止めて、ナイスシュー、ナイスシューって言うですから、なんだかよく分かんないけど、僕と大西さんも、ナイスシューって一応みんな言うから言ったりしたら、なんかよく聞いたら直し中っていうね、そのメイクとかを直してるのをみんなが共有するようにスタッフさんが直し中ですっていう。ああ、誰も分からない、僕と今何で止まってるかをみんなに知らせるために。なのに演者の僕らがナイスシューと急に分かんないですから、さっぱりもうそれぐらい分かんないですから、その台本も事前にもらってもちろん読んでいきますけど、当日は違うんですよ、やっぱ結構変わってたりして、その場で結構変わってたりするので、当日もらうのが変わってるのも知らずに、前の台本ばっかり読み込んでるから、いざスタートになったセリフとかも違ったりして、あ、こんな変わってるんですねみたいな、ちょっと迷惑をかけたりして、あ、まあ短いセリフだから対応できますけどね、まあまあそうですね、なんですけど、まあ、でちゃんと入ってないからあんまり声も出てないとか言われたりして、まあまあ1日目終わって、でその2日目行ったら、台本に井口さんへ、まあ、その当日の台本置いてあって、もっと大きい声でセリフをお願いします、しっかり台本を読んどいてくださいみたいな書いてあって、あ、そうか、こんな厳しく注意されたと思ってしっかり読み込んで、でもう意識してでかい声でチーズ、レバタキャビンですみたいなのを言って、はい、OK ですみたいなのが終わって、で、ああいうことで、楽屋のことは大西さんの方にも、なんか動きをしっかり確認しておいてくださいみたいな書いてあって、あ、こういうこともあるんだと思って帰ってきて、いやー、大西さんとはこんなんあるんですねみたいな、堀口君、おう、気づきましたみたいな、いやいや気づきました、だから大きい声で何とか終わりましたって言ったら、俺書いたんですよ絶対ダメだろそんなことしやと思って、そのなぜかリアルな、なんかダメ出しみたいな、大西さんが楽屋でふざけて、しかも自分のにも書いてるから秀逸というか、そのちゃんと分かんないでしょ。ただそのおかげで大声で言って死体を読み込んだからうまくいったからよかった。まあまあでもそのポジティブなことが書いてあったらよかったけど、もしかしてそのなんかもっと違う感じのことを書いてあったらやばかった、ね、ふざけて、そのなんかもうちょいカッコつけた感じとか言って、ウルボタキムですみたいなことを言ってたら、おいふざけんなみたいなことにね。いやー、あの人危ない、数々のいたずら伝説持ってますからね大西さん。あ、やっぱそういうとこあるんですね。まあ、その辺も昔の相方のスケジュール帳に勝手にないライブを書き込んで、その人をいろんなところに行かせて、一回お台場まで行かしたことあるから結構大変ですからね、お金の面で、金の面でもフジテレビの玄関まで行って追い返されたんですよそんなもんないもんだって相方いたずら好きなんですね。いや、まあ、ひどい、あの人はひどいそういうのを含めてね、まあそういうのを撮影された DVD ボックス、うん、それを含めて大きな声で演技したやつがね、なるほど、ぜひね、買ってくださいね、お願いします、僕にも入ってきますから